こんにちは。ちょっとストーブがバーンってなります。バーンってなりそう。こんにちは。今日も寒いですが、雨降ってるからね。こちらは雨降っております。明日も雨なのかな。こんにちは。プリマちゃんのスクランブルお願いします。怒られます。私が出たら怒られます。まあでもね、ちょっとすごい、すみません、ちょっとすみません、着きました。着きました。すみません。ちょっとね、風が流行っていますので、皆さんお気をつけください。今も愛理に聞いてみて。待って、そんな愛理にそんな権限ないよ。あの人やめて。そんな権限ないから。部屋移動して配信しているんだね。移動してて、まあ場所とかが違うんだね。昨日は劇場だったし、はい、そうです。はい、コロコロ変わります。こんにちは。まあ昨日のね配信を見た方はわかると思いますが、はい、ちょっと改めまして、32枚目シングルの選抜メンバーに選んでいただきました。ありがとうございます。ありがとう。はい、ちょっともう MV 撮影はシングル表題曲もカップリングも両方終わっているんですけども、はい、ちょっと言っちゃいけないこと言っちゃいそうなので、まあ、なんとタイトルはね発表されているので、ありがとうございます。おめでとうとたくさんのコメントありがとうございます。ありがとう。はい、で今回のタイトルは愛のホログラムという、はい、タイトルでございます。どんな曲なのか、まあちょっとどういう MV なのかちょっとまあ詳細は言えないんですけど、ぜひMV 公開時にね見ていただいて、皆さんにちょっと感じ取っていただけたらなと思うので、アイホロっていうの、略してアイホロ、聞くと MV のテーマ、それは言えないね、まだちょっとまだ言っちゃいけないみたいなので言えません。いつ公開されるのもちょっと私は分かりません。はい、まあ、まだ未定なので、どんな曲調も言いたいんですが、はい、言えません。はい、ちょっとどういう衣装なのかも言いたいんですが言えません。はい、ちょっと皆さんにね早く言いたいんですけども言えないので、こちらとしてはこちらとしては言えないので、まあ、なのでちょっと MV の公開をお待ちください。でも公開でまあいろいろ分かるとは思いますので、はい、まあでも本当に個人的に、個人的にっていうか、まあもちろんその自分が今回も3作連続ですね、インスピレーションから好きになっちゃったと連続で、はい、選んでいただけたっていうのももちろん嬉しいんですけども、やっぱチーム K2 としてはやっぱりねこう新しい仲間が、選抜の仲間が増えたっていうのも一つすごく、はい、嬉しいなと、はい、
思います。そう、ゆきさんとゆきゆきとラブリンが K2 からはね、はい、ありがとうございます。ちょっとなので本当に、まあ、K2 の楽曲もそうですけども、はい、皆さんの前で披露する初披露が、まあ、どこになるのかいつになるのかはちょっとわからないですけど、訪れてる、マジ今も、え、なんで、あ、今合ってる腹話術になってる、まあ気にならない気にならないからかな。まあ 0.5 秒ぐらい、すごいね、よく 0.5 秒でも気づくんだね、ずれてるって。え、これ一回切らなきゃダメだよね、直すなら。あ、戻った、みんな更新し直して一回私のルームから出て、もう一回、もう一回見、一回私のルームを出てもう一回見てみてください。直ってるかな、ある意味いつもずれてるから気にならない、どういうこと、まあ治る人と治らない人はいるんですね。高速で喋れば、高速で喋っても高速でまたずれるんじゃない、まあ、ということで、昨日もいろいろ、昨日もあの、特典会ね、特典会の日程がバーンと発表されましたが、ちょっとありがたいことにね、本当にたくさんファンの皆さんとお会いする機会が、はい、ありますね、たくさん。愛知だけじゃなくて、はい、幕張でも会えますので。はい、握手会、トーク会、ツーショット会、なんかツーショット会は、スタンディングと座り、なんか2パターンがあるみたいなので、はい、ぜひそちらも、そして、オンライントーク会もちょっと会いに行くの難しいっていう方にはぜひ、はい、オンライントークでたくさんねお話できたらなと、はい、オンライントーク会もぜひ、はい、決まってるよね、日程25日だよね、2月25日、はい、オンライントーク会もありますので、まあ、そこでぜひいろいろ、まあ、そこまでは多分、まあ、MV とかいろいろ多分もろもろ公開されてるはずだと思いますので、はい、皆さんにこう一番にね、オンライントーク上ではあるんですけど、オンライン上ではあるんですけど、いろいろ感想だったり、はい、いろいろ聞かせていただけ、聞か、なんていうの、感想を教えていただけたらなと思いますので、はい、オンライン上でもお話ししましょう、はい、よろしくお願いいたします。申し込み開始日とかいろいろ多分違ってくるのかな、そう、オンラインが先なので、はい、ぜひ皆さんたくさん、はい、お話ししましょう、よろしくお願いします。
歌ってくれないと感想言えないよ。多分それまでに出ます、多分楽曲はきっとさすがに出てると思います。2月28日発売なので、はい、さすがに出てると思います。出なかったら結構の大問題だと思うので、はい、まあ、ぜひそこで聞いたり MV を見てぜひいろいろ教えてくださると嬉しいです。はい、チーム曲もでも発売前にいつも公開されてると思うので、はい、チーム曲も出るんじゃないかなと思います。はい、あの配信でも言いましたが、はい、これもなんかチームのこともあんまりベレベレ喋られないのであれなんですけど、本当になんか K2 には本当に珍しい楽曲というか曲調の、はい、楽曲が回ってきたので、いただいたというか、歌詞も本当にまさかのっていう気になりますよね。はい、まあと気になると思うんですけども、はい、まあ本当に珍しい楽曲っていう感じなので、はい、皆さんもああなるほどなと思っていただけると思います。はい。なおちゃんのソロ曲みたいにポロっと言っちゃう、あれはマジで知らなかったやつ、光でしょ。ねえ、めちゃめちゃびっくりしたらしいんですけど、マジで知らなかった、ごめんなさい。ちまさかのね、ちょっとインスピレーションしちゃった感じなんですみません。まあなので、まあ皆さんとにかくお楽しみにということですあんまりあのブラブラ喋れないのではい、ね、なので皆さんお待ちください。はい、詳細が発表されるのを、はい、握手会はこのシングルは6月で最後なのかな、ね、6月か。ま、なので、はい、楽しみにということでございます。4月は何かあるのかな、ね、多分何にもないと思います多分何もないと思います。はい、ね、何かあると見せかけての多分何もないと思います。はい多分何もないです。はい、たまたまだと思いますね。資格選抜の話しているので、そうですね、あの今回のシングルも選抜ですよと聞かされた時は、お、ありがとうございます、682です、ありがとう、ありがとうございます。じゃあこの話をして終わろうかなと思うんですけど、あの寝起きでした寝起きです。はい、私も寝起きで発表されまして、はい、私もあの電話がかかってきてというか電話で起こされたみたいな
はい、私はでも電話で起こされました。はい、で電話でごめん、なんでみたいな、こんな時間に電話かかってくるんと思ってはい、なんであのもう声がスガスで、声がスガスで、あの寝起きのあの分かります、声出ない感じの、はい、で、まあね、後々こうね、あ、自分は今回も選んでいただけたんだって感じだったんですけど、最初本当に選抜ですみたいな、選ばれましたって言われた瞬間なんかもはい、びっくりですね、はい、頭がぼやっとしてる状態で聞かされたので、もうちょっとあのね、事前にあのこの時間にかけるんで起きててくださいとか言ってくれてたらよかったんですけど、いきなりのいきなりの電話だったんで、あのまあ人によって教え方伝えられ方なんか違ったみたいなんですけど、はい、まさかの私あの寝起きというかの電話で起こされつつの聞かされたっていう、はい、状況でした。はい、こんな感じでございます。はい、サプライズだけど、でもさ、結構あるよ私、この時間で電話できますかとか、まあいろいろ仕事のね、仕事の話とかで全然あるんで、別にあの全然あの電話することは常にあるのであれなんですけど、はい、びっくりだね、急、何事もちょっと急なのはちょっとびっくりだね、はい、まあでも本当に声がスガスで、はい、喋った記憶ありますね。多分まあ寝起きなんだろうなと寝起きなんだろうなと多分バレましたが、はい、そんな感じでございます。はいそう、びっくりです。はい、そんな感じで皆さん今日もありがとうございました。ありがとう。まあとりあえずあの MV の公開をお楽しみにということです。はい、ぜひ特典会の30日から始まると思いますので、はい、皆さんのお忘れなく、また告知はいたします。よろしくお願いいたします。ということで今日も一日頑張ろう。またねー。